空間の部分集合である平面が一次変換によってどのような図形に移るのか考えます。正確に言うと空間の中の平面の一次変換による像が何になるかを考えるということです。写像によるある部分集合の像とは部分集合の各要素の像の全体のことであることを思い出しておいてください。また平面は方程式で与えられることが多いですが像を考えるときは パラメータ表示で考える必要があります一般に一次変換によっては直行性は保存されない保たれないので方線ベクトルで考えることは意味がないのですさて平面のパラメータ表示をこのように x0 p 倍の u 9倍の u v としておきますここで U と V はもちろん考えている平面に平行で 互いいに平行ででないベクトルです一次変換 F により平面上の任意の点の1ベクトル X の像は線形性によりこのように F x 0と FU と FV の一次結合となります。これは平面上の任意の点の F による像がある実数 PQ によってこのようにかけるということを意味します。これは 平面のパラメータ表示のようになっていますが実際にそうでしょうか次のように3つの場合に分けることができますまずはじめにもし f カッ u と f カッ v が0ベクトルでもなく互いに平行でもなければ式スターは f による平面の点の像が fx0 という点を通って f カッ u と f カッ v でパラメータ表示されることを意味し fx0 を通って f u と f v に平行な平面全体が一次変換の像であるということがわかります。つまり、この場合は平面の像は再びまたある平面になるということです。次に、もし f u と f v のいずれか一方のみがゼロベクトルであるか、二つが平行である場合です。この場合、見かけ上、上の式はパラメータ二つですが、 実質パラメータは一つの場合と同じで直線の上を動くことが分かります。つまり像は直線になります。この条件は3章で回数を学んだ後であれば F U と F V を並べて得られる行列の回数が1であると言い表すことができます。このことを理解することは後期の線形写像の像についての理解に役に立ちますので3章を履修後にもう一度振り返って しっかりと理解しておいてください。最後は最も簡単な場合で、f u も f v もどちらも0ベクトルになる場合です。この場合は像は fx0 の一点です。それでは具体的な例題で見ていきましょう。行列が次のように3つ与えられています。それぞれの場合に a が定める一次変換によって平面 x+2y-3z =1 の像を求めなさいという問題です。 ままず、考えている平面ののパラメータ表示はこのようになります。F による像はこのように積を計算すると A ベクトル2 1 0はベクトル2 3 1 a ベクトル301はベクトル4 2 2となりこれらは平行でもなく0ベクトルでもないので像は平面の像はこのようなパラメータ表示で与えられる平面になっています。 次に2番ですが、この場合は、a× ベクトル2-10と a× ベクトル301が平行になっています。したがって、この場合は直線になることがわかります。最後の場合ですが、この場合は、a× ベクトル2-10と a× ベクトル301がどちらも0ベクトルになっており、一点に潰れることがわかります。